今日が記念すべき投稿の第1回目になります。このチャンネルでは田舎に引っ越して自由に暮らしたい、そんな自分の夢を、少しずつ叶えていく、そんな動画を上げていきたいと思います。まず1つ目として庭を改造して焚き火バーベキュー、これがいつでもできるような、そして友達を呼べるようなそんな庭を作っていきたい、と思っています。はい、では庭の現状を見てみましょう。はい、これが初めての庭の様子ですね。うん。とにかく草、すごいですよね。まあ、あとは木も結構生えてるので、まあ、これをどうしようかなんていうのがね、最初考えたところでしたね。まあ、そこの奥にちょうど見える、木がいっぱい生えてるところですね。まあ、これはちょっと、ここの木を、まあ、いらない木を全部切って、まあ、駐車場とかにしたいなぁと、この辺ですね、この辺。思ってます。あとさっき映った変わった車は、まあ自分の車なんですけど、まあ、イスズのファーゴっていうね、なかなか見ないような車ですよね。はい、今ここに映ったのが、椿の木ですね。すごいでかくて、まあ形も良かったんでどうしようか悩んだんですけど、ちょっと場所が悪くてどうしようかな、切っちゃおうかなっていうのが今のところの考えです。はい、そしてこれは倉庫ですね。まあ、ゆくゆくはちょっと鍛冶屋、金属叩く人ですよね。あれなんかもやってみたいと思ってるので、まあちょっと最終的には荷物が片付けば、あそこを鍛冶小屋なんかにしたいなとは思っています。はい、で、ここに車庫があるんですね。うん、これ便利だなと思いました。なんでここになんかいろいろ物を置いたり、まああとは薪とかもそこで乾燥できるなーなんていうのが思ったところですね。はい、あとはこの奥に、まあちょうどあまり見えないですけど、竹林があるんですよね。この竹林も一応自分の土地で、まあでもやっぱりちょっと根がかなり張るということで、まあこれからどう対処していこうかなっていうのは悩んだところでしたね。ただタケノコはちょっと食べてみたいですね。はい、これが竹林側から撮った写真ですね。将来的にはここに池を作りたいと思ってます。そこでニジマスとかイワナとか買って、で、まあ友達が来た時に釣って食べると、そんな感じにしていきたいですね。まあただ、コンクリートがかなり大量に必要になると、穴をどうやって掘っていくのか、その辺が課題になるかなっていう感じでしたね。これが倉庫の裏から撮った写真ですね。ここに写ってる木は栗の木です。秋なんかには栗ご飯とか作れるのかなとか、ちょっとこれも楽しみの一つですね。はい、これが車庫と、あとは倉庫の前に生えてる巨大な椿の木。ちょっと場所が悪いんですよね。はい、こんな感じで庭はかなりまあ広いです。なのでまあこれからいろいろこの動画を通してですね、まあアップロードしていければいいかなと思っています。ので、まあ、今後の庭の変化、お楽しみにお願いします。こんな感じで庭作りからどんどん頑張っていきたいと思います。まだまだやることもいっぱいあって、なかなか進まないんですけど、まあ、どんどんこれからやっていきたいと思いますので、興味を持っていただいた方は、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いします。